山田養蜂場の蜂蜜舐めてません。どうもミツバチの妖精さえです。こんちゃんです。今回の舐めていないさんは開発担当のにあいさんです。よろしくお願いします。さて今日のテーマはこちら、うん、冬のウイルス対策は、うん、手洗いうがいプロポリス。お、手洗いうがいプロポリス、なんかすごいいい語感だね。口にして言いたいわ。テンポがいいですよね。手洗いうがいプロポリス。いいですね。なんか言いたくなるよね。すごくキャッチーですよね。実は当社の流通事業部の社員が言い出したスローガンなんですね。いや、山田養蜂場社員自らスローガン作るとかやっぱ独特だわ。スローガンができちゃうくらいプロポリスがすごいってことなんだよ。なるほどね。こんなに頃がいいコピーなんだからさ、せっかくだからみんなに覚えてほしいよね。そうなんですよ、うん、特に今寒くて体調崩しがちな季節だからこそ、うん、ぜひ覚えてもらいたいですね。ねえ、みんなに言ってほしいわ。手洗いうがいプロポリス、イエーイ。そんなプロポリスは冬場に使っているミツバチ産品はどれの社員アンケートで人気ナンバーワン。プロポリスを飲み始めた人はみんなあれ、うん、風邪ひかないなって思うらしいよ。へー、でもさ、普通に風邪ひかない時だってあるじゃん。プロポリスのおかげか分かんなくない？いやいや、こんちゃん、山田養蜂場はちゃんと試験もしているんだから。プロポリスが風邪対策に効果があることを証明するため、うん、プロポリスが含まれたカプセルを飲むグループと、うん、含まれていないカプセルを飲むグループに分かれて試験を開始、うん、あ、それでね、うん、60日間それぞれのグループにカプセルを飲み続けてもらった結果、うん、プロポリスが含まれているカプセルを飲んだグループの方が、うん、風邪の治りが早くなってたの。え？風邪の治りが早く？うん、そうなんです。さらにプロポリスを飲んでいた人たちは風邪の時の体のだるさも緩和されていたんだよ。じゃあ絶対飲んだ方がいいじゃん。風邪の時によく出るそういう症状って、うん、実は体が炎症を起こしている状態なんだよ。炎症？そう、炎症です。プロポリスには体の炎症を抑える抗炎症作用というのがあるんですね、うんうんうん、だから体の辛さを和らげてくれるんです。あー、風邪の症状っていうのは炎症で、その炎症をプロポリスが抑えてくれるってことか。そうなんです。だからプロポリスを飲んでると、うん、あれ風邪ひかないなってなるんですよ。あー、なるほどね。そうそう、プロポリスが人気ナンバーワンなんだね。皆さんもぜひ手洗いうがいプロポリスで冬を乗り切ってください。いきなり注射に語りかけてるじゃん。せっかくすごい成分なので、うん、まあ、山田養蜂場の社員だけではなくて、うんうん、まあ、見ている皆さんにも覚えてほしいですからね。確かにね。舐めてません。でさらにこんちゃん、うん、これも知っておいてほしいんですけど、何山田養蜂場のプロポリスって、うん、いろんなタイプの健康食品があるんです。いろんなタイプ？どういうこと？プロポリスを飲むっていうとカプセルとか粒タイプや顆粒タイプで飲むとイメージしている方が多いと思うんですよね、うん、うんうん、そうだね。ザ・サプリメントって感じのとかね。でも、うん、山田養蜂場には他にもスプレータイプや液体タイプなんかもあるんです。サプリメントのタイプが苦手な人におすすめなんですね。え、水に溶かして飲むんですよ。そうなんだ。特にスプレータイプは、うん、カバンやデスクに常備している社員も多いみたいですね。へー。プロポリスの飲み応えを実感したいっていう方には、うん、液体タイプがおすすめですね。液体ね。はい、ピリピリして、うん、こうプロポリス飲んでるっていう気がする商品です。ピリピリするのか。はい。いやちょっとこんちゃんにはハードル高いかもしれんな。まあでも安心してください、うん、飲みやすいものがいいっていうお客様には、うん、ドリンクタイプとかキャンディのタイプをおすすめしてます。へえ、ドリンクタイプは液体タイプとは違うの？そうですね、ドリンクタイプは、うん、飲みやすいように、うん、プロポリス その独特なその辛みとか、うん、そういった風味を和らげているので、そういったものが苦手なお子様にもおすすめできますね。あとマイルドなプロポリス感で選ぶならキャンディも良さそうだね。そうですね、うん、喉が痛くなったら仕事しながらでも舐められますしね。仕事しながらっていうのはいいね。変わったやつだと、うん、あとは歯磨き粉のタイプとかも商品はありますね。え、歯磨き粉？プロポリスの？
プロポリスの匂いは強くなくて、まあ一般的な普通の歯磨きと同じようなあのミントの香りで使いやすい商品しています。さすがだわ。プロポリスといっても、うん、あの粒だったりドリンクだったり、うん、まあ、歯磨き粉だったり、うんうん、まあ、いろんなタイプがあるので、うん、自分に合ったタイプっていうのをぜひ試していただければなと思ってます。こんちゃんもいつか液体タイプが一番好きって言えるようにチャレンジするわ。無言のグークールだわ。あとは風邪だけじゃなくて、うんうん、カラオケをするならプロポリスっていう人もいるんですよ。なになに、カラオケ。はい、これ実はこれですね、山田養蜂場の社内で聞いた話なんですけど、カラオケした後って結構喉がイガイガしたりする人いると思うんですけど、わかるわかる、はい、そのイガイガする喉にいい感じがするんだよっていう人もいるらしいんですよね。なるほどね。風邪じゃなくても喉の調子が悪い時には出番があるんだね。プロポリス伸びてません。それでは次回は紫外線ケアについてお話しするよ。確かにもう春も近いもんね。日焼け止めして帽子かぶって日傘さして、はあ、もう忙しいわ。それでは次回もお楽しみに。